はい、こんにちは。今回はね、冬限定のお菓子、ロッテです。これはロッテの冬限定の、お菓子なんですが、これは何ですかと言いますと、ちょっとね、冬限定で、こんなふうに、なっております。ちょっとこういう壁ありますけどね。レンガの壁で、こういうレンガの壁がありますけど、ではちょっとこれ繰り崩していきます。あれすげえ贅沢だこれね。なんだろう、もう食べた瞬間にコーヒーのね味がするんですよ。もうちょっとほろ苦い、まるでお酒かっていうぐらいの。でもこれ確かお酒が入ってるね。アルコール分 2.6% って書いてるんで、凝酒が入ってるんで、まあほんのりとしたお酒の香りが香り、そして深みのある味わいみたいなね。なんていうんですかね、このさーっとした、うん、香りの味わいっていう、ほんと冬限定みたいなね。何も冬だけじゃなくていいと思うんですけどみたいな感じなんですが、まあコーヒーの苦味、中がすごいこうドロッとしてるんですね。で中がドロッとして液体用のコーヒーが入ってて、でそれを食べるというか飲むっていう感じですかね。飲むとすぐに口の中に、とろけて入ってしまうんですが、一瞬です。一瞬で口の中にもうさーっと入ってくるんだけども、このコーヒーの苦みと甘さがじわってくるんでね。でそこにこのコーヒーの洋酒の洋酒のお酒がじわーっと入ってくるという感じなので、お酒が大好きな人にはたまらないねみたいなね感じですよ。うん、でお酒が入ってるんだけど、ほんのりとこのコーヒーの苦みがこう包んでいるあたりがなかなか面白い味だなと。そこにチョコの甘さがザーッとこう全体的に来ると。これはなかなかいいぞという感じです。これ冷凍庫かなんかで冷やすともっと美味しくなるかもしれませんね。というわけでどうもありがとうございました。